三振の魂を観客に伝える、ドリームプロデューサーの難題をクリアした三振奏者。夢の舞台ニューヨークブルーノートでの演奏は6日後、急ピッチで行われるのはステージパフォーマンスの総仕上げ。夢は世界の大きなステージで三振の音色を響かせること。マールボロゴールドが用意する舞台で果たしてどのようなパフォーマンスを披露するのか。この日、三振奏者義母和也が向かった先は、ステージ用のアレンジを依頼していた音楽プロデューサー緑川徹のスタジオ。果たしてどのような変化が生まれたのか。はい、そうね、3ヶ月前、プロジェクトイグナイトで書き上げた曲「龍花の種」がプロの技で磨き上げられた。壮大すぎて、それにこう自分の三振と演奏だからこう負けないように頑張らないといけないなって思いましたよ。筋肉がついたみたいなモチベーションが上がりました。そして自らの課題としていたこだわりのメロディーについて相談する。新しく歌詞入れたいって言ったら厳しかったりします。どういう感じなんですか。まあ、親父のことをちょっと歌ってるとこを入れようかなって思ってるんですよ。生意気なことを打診しているのは分かっている。しかし最後まで突き詰めたい。会いたくても会えぬ人。曲調も変え歌詞を引き立たせる。果たしてプロの技でどのように仕上がるのか。会いたくても会えぬ人。三振の音聞こえますか。義母和也がこだわったのは沖縄の音階に父への思いを込めた歌詞を混ぜ合わせること。いやでも素晴らしい、いい感じになったと思います。変わってる、独創的で独特なの歌唱がいい。古典的なやつグッと来る度合いが上がった気がする、ね、仕上げてきた曲にオリジナリティが加わった。最大級の褒め言葉に思わず笑みがこぼれる。ニューヨーク出発まで2日、振付集団エアーマンのスタジオでは残る課題であるステージパフォーマンスをより魅力的に演出する策が練られた。なんでこいつこんなに動かないんだろうっていうぐらいに動かないで歌ってもらっていいですか。まずは歌い出しの表現、まっすぐに一点を見据えることで、あの世の父一人に向けたメッセージであることを伝える。そしてお父さんのところあるじゃん、上を向いて歌うとかって。上を、ああ、はいはい、思いっきり。あの世の魂が喜びを示していること、そしてそれは近づいても決して触れることのできない特別な存在であることを表現する。これすげえかっこいい。お父さんに向かって歌うっていうのをすごくドンと強めました。これはもう行ってダーッてやっちゃったら、お客が自然に乗ることになるから、その三振の音に乗ってるってことになるから。このリズムに観客が手拍子を加えたら、それは三振の音色が響いた合図。繰り返される確認作業、沖縄の名も知れぬ三振奏者の掲げた壮大な夢、それを成功させるためだけに用意された研ぎ澄まされた空間。一番最後に終わるときに、あとはもう自分と向き合いもがき続けた3ヶ月を集約する時が過ぎた。あとはステージでニューヨークブルーノートで三振の音色を響かせるだけだ。自信がつきました。もうそれは見てわかります。何世代も語り継がれる歌にしてください。三振奏者義母和也、掲げた大きな夢を形にするためニューヨークに向かう。果たしてどのような結末が待ち受けるのか。まあ、世界の有名な大きなステージで響かせたい、
まあ、おばあちゃんの三振を持ってきましたからね。ドラムベース、OK? これちょっと、okay. 興奮してますよ。ブルーノートですからね。リボカズヤのステージをする。